はい、これから A79 の走行テストやってみます。どうですかね。あ、寒いですね、このね。まあ、2月はやっぱり一番ね、冷えるのかなと思うんで、寒いですね。エイプマンの A79 のね、これ走行テストですけどね、カメラのね、画角の角度っていうのかな、これがすごく難しいですね、今。相当、発射する前に悩みましたね。で、分かったんですけどね、最初ね、スマホをモニター返して見てやるっていうのを考えてたんだけど、要はヘルメット越しに、要はそのモニター部分がの液晶画面ですね、見えた方がやっぱりいいですね。だからアゴマウントにしてかなり前方にね、出してます、なんていうのかな、マウント指定を。それでヘルメットのね、シールドの開け閉めに問題がない位置ぐらいまで前に出してね、今ね止めてますけどね、マイクはね、ヘルメットの右の、口の右斜め下ぐらい、顎ぐらいにつけてますけどね。で、一つ気がついたんだけど、あれですね、録画ボタンを押して、しばらくすると、モニター画面が真っ暗になるんですね。要は、送電力設計かなんかだと思うんだけど、それ何回かね、部屋の中で実験してて分かったんですけどね。消えますね、画面がね。で、また何かボタン操作するとモニター画面が、のバックライトに明かり入ってモニターが見えるようになると。だから走行中っていうか、録画中はモニター画面はやっぱ真っ黒になるんですね。普通のね、デジカメみたいにずっとこう画面がこうついてるっていう状態が続くわけではないんですね。それはちょっと使ってみてね、驚きました。今日祝日なんでね、車が多いですね。かなりね、幹線道路今出ましたけど詰まってますね。ただね、なんていうのかな、部屋の中の開封動画の時に明日走ってます、見ますというようなことを話をしてたんですけど、実はね、あの時、あの後ね、充電、バッテリー充電してるからね。